ピーター・レリーの作品に基づくリチャード・トンプソンの作品1678年1679年作。第二代シャフツベリ伯爵アントニー・アシュリー・クーパーはイングランド王国の貴族、政治家。1672年から1683年までアシュリー教の儀礼称号を使用した。初代シャフツベリ伯爵アントニー・アシュリー・クーパーとフランシス・セシルの息子として、 1652年1月16日に生まれた。1670年から1679年まで、ウェーマスメルコンブレジス選挙区の代表として、庶民委員議員を務め、議会で多くの委員会に参加したが演説の記録はなかったという。1679年4月16日から1699年11月2日まで、同セット副提督を務めた。 1683年1月22日に父が死去すると、シャフツベリ伯爵の借位を継承した。1699年11月10日に死去、長男アントニーが借位を継承した。1669年9月22日、ドロシーマナーズと結婚、下記の子女を設けた。ありがとうございます。